どこに行ってたのよ。もう教官いなくなっちゃったわよ。どうした？何かあったのか？なんかタケルまで元気なくなった？光月博士のところに行ってたの？珍しいな。何かあったのだろうか。わーい！わーい。言われた通り、全員同じデザインの袋に入れておいたわよ。はーい。はーい。それ、その刀の鐔、三つ剣のプレゼントね。まったく、我が隊には物好きが多いわね。なんでもない。はい、これ白金のだと思うから届けに来たの。ええ、あなたのだもの。そんなことするの一人しかいないでしょ。私が持っていても使わないからあげる。多分そういうものだと思うし。そんなの決まってるじゃない。確かに渡したわよ。じゃあね。
たの？あのね、タケルさん、これ届けに来たの。うん、でもね、これ私には大きいから。ひょっとしたらね、これタケルさんにあげたかったんじゃないかな。だってこんな大きなサイズってタケルさんだけだよ。だからね、タケルさんが使った方がヨロイさんも喜ぶと思うよ。別に隠すほどのことじゃないけど、この間タケルさんの足のサイズ知りたがってたから。だからそれは本当はタケルさんにあげたかったんだよ。私もその方が嬉しいしね。もらって。白金、わ、すっごい迷惑そう。ん？これあげる。セントポーリア。大切にして。もらえない。白金のだから。ヒント、花言葉。自分で調べろ。確かに渡したからね。僕行くから。とにかく心がこもってるんだから大切にするんだよ。いいね？
まったく我が隊には物好きが多いわね。タケルさんの足のサイズ知りたがってたから。白金のだから。心がこもってるんだから大切にするんだよ。いいね。誰のことを言っているのだ。何を驚いている。不愉快だ。どうかしたのか。ん？何の話をしているのだ。あなたは人気者だな。大切にするがよい。わざわざそれを言いに来たのか。ならば私一人ではどうにもならん問題だ。訓練に戻ってよいか。なぜ謝る。私が持っているとよく分かったな。悪かったな。そなた今私をバカにしたな。どうせ私らしくはない。帰る。またぬ。何？よい。公正なルールに従って入手したのだ。従ってそれはそなたのものだ。なぜだ。なぜそう思う。覚えている。
花言葉。そなた、なぜそれを。それがどういうことか分かっていて言っているのであろうな。その意味を知った上で返すということなのか。どう思うのだ。仮に皆がそなたのために贈り物を用意したとして、どう思う？なぜ驚く？だから願った。私の贈り物がそなたのもとに届くように。私だけではなく皆がそうであったようだがな。皆はいかなる思いでそなたに贈り物を用意したのであろうな。皆は贈り物を開け、その中身を見たときいかなる思いであったのだろうな。皆はいかなる思いでそれをそなたに渡したのであろうな。気を使っただと、仲間と認めただと。セントポーリアの花言葉は小さな愛だ。そなた本当は気づいたのではないのか。皆の思いに、そこに私は含まれないのか。そなたに持っていてもらうことに意味があるのだ。それなのに返すと申すのか。わかった。そなたの気持ちは理解した。それは捨ててくれればよい。満足だ。少なくとも拒絶されるよりはな。しかし、いくら贈り物は気持ちだと申しても、いや、何でもない。気にするでない。贈り物が欲しかったのだ。私はだから真の像が止まるかと思いながら箱を開けたのだ。何が入っているのかと楽しみだった。それなのになんだあの紙切れは。呆れて物も言えん。違う、私が呆れたのはそんなことではない。そなたは誰であっても一日何でも言うことを聞くつもりだったのか。あれがもし私以外のものに渡っていたら、ああ、考えるだけでも恐ろしい。そのものが、そなたを欲したらどうなっていたと。ああ、私は何を言っているのだ。これ以上はダメだ。言わぬぞ。言っていない。帰る。
話は済んだ。臆病者め、冗談だ、許すがよい。そうか。なんだ？嘘を言うでないぞ。ならば。よい。私には今の言葉だけで十分だ。私はもう言いたいことは言った。聞きたい言葉も聞くことができた。ことはない。あの時はその違う。それは私とて同じことだ。そなたは自分の気持ちがよくわからないというが、真に自分の気持ちがわからないものなどいるものであろうか。その時の気持ちに自信が持てなかったり、そう思うことが不謹慎だと感じてしまって、代わりによくわからないという言葉でごまかすのではないか。そなたこそ鏡すみかというもののことが邪魔をしているのではないのか。そなたは何を見ているのだ。誰を見ているのだ。何が大切なのだ。最近そなたの顔を見ればそんなことばかり考えているのだ。そして考えれば考えるほどにわからなくなる。不安になる。おかしいであろう。それでも私はそなたには感謝しているのだ。私の身分や正体を知っても、いや知らないこと自体が特殊ではあったが、何一つ変わらぬそなたのおかげで、皆の私に対する固さがなくなってきたのだから。その自然な立ち振る舞いが良いのであろう。それだけに羨ましいのだ。そなたが目を向けているもの、そなたの心の奥底で、そなたを捉えて離さない、鏡すみかというものがな。何にも囚われないそなたと共にあるものは、さぞ悠然と生きられよう。私は、それが羨ましい。自らの生まれや宿命を恨んだことはない。
しかし、私とてこのようなことを考えることは、あるのだ。あってもよかろう。タケル、そなたの目は、誰に向けられているのだ。はぐらかすな。ざれ言を申すでない。そのようなことはない。私は今調子のいい言葉にはぐらかされているだけだ。そのようなことを言いたいのではない。私は何を言っているのだ。あれ？見損なうでない。そなたは卑怯だ。このような時にそれを言わせるのか。うるさい。うるさい。私はそういう女なのだ。悪かったな。タケル。それは、何を見ている。そのようなこと思い出さぬ。そなたは平気そうだったぞ。またそのようなざれ言を。好きにするがよい。私は。続きを。あの日の続きを。違うぞ。そういう問題ではない。ここは訓練をする神聖な場所であって、そのつまり、
なり何を。バカ。どこを触っている。口に出すでない。バカ。私の体はどこかおかしいのか。なんだと？すごいことか。すごいのか。そなたはずるい。なんだと？それはそなたが。意地悪をするでない。するがよいぞ。あ、それはレスキューボタン。何をする。誰が破いていいと言った。それは意地悪ではないぞ。備品破壊だ。バカバカバカ。そういう問題ではない。任せでない。サラサラしてな。本当はもう少ししなやかなのだぞ。どうだ、参ったか。嬉しいか。この髪もそなたのものになるのだぞ。
タケル、断っておきたいことがあるのだ。何分私にとってはこのようなこと初めて言え、手加減するがよい。私は手加減したぞ。そうか、そなたも。ならばよい、そなたの思うままにするがよい。とうとう私はそなたの女になるのだな。優しくするがよいぞ。つくづくそなたは髪が好きなのだな。あなたのものだ。子
供扱いするでない。